はい、おはようございます。速下塾の久保でございます。えー、今日はね、7月の18日なんですが、この辺で、月足から順番に見て、今までの流れと、これからの体勢をちょっとね、振り返ってみようかなと思います。えー、まずは、この月足を見るにつけてなんですけども、これ、ローソク足1本が1ヶ月ということになります。ずいぶん前なんですけども、この大きな陰線がありますよね。1ヶ月でこれだけ動いてるんですよ。すごい金額だと思いませんか およそ3円とかね迫る勢いで動いちゃってるんですよね3円以上動いてますね、まあ、こんな月もあったんですよねものすごく急落した時だと言えますえそしてこちらやっぱ4円とか動いてる1ヶ月もあるんですよねこれ1週間に1円ぐらい動いちゃってるんですよこんな極端な流れもあるんですねと思えばですよえー例えばどの辺がいいですかねこの辺ちっちゃい陰線とか陽線が並んでますよねこの辺ね本当に 少しずつしか動かない時もあるんですけどもこういう時ってのは日々のドル円の動きってのもそんなに激しくないんですけどもでもきっちりとテクニカルが使えてえー、利益が取れていくところじゃないかなと思いますおそらくこういった小さいロウソク足ってのはねあのレンジを作りながらブレイクレンジを作りながらブレイクを小刻みに繰り返してるところではないかなというふうに思うんですよねさあそして難しいのがこれです実体が少なくって上下の このヒゲが長いやつですねヒゲがやたら長いんですよここね非常に迷ってる状態でこれエントリーした瞬間にロスカットみたいなことを行われていたんではないかなと思います寝、ね、動きが本当にね上に行くのか下に行くのかよくわかんない瞬間ですよねでここ何ヶ月かを追ってみると本当にはっきりとした動きですほら全く上昇してるばっかりですよここもで一旦、えー、下落の木、えー、と青い線が引かれてますけどもやっぱりね 先月もこうやって陽線ですし現在形成中のこの陽線も上の方に向かって伸びているところですね言うまでもなくこの辺りで例のあれ矢印になっちゃったすみませんこの辺りでまあ例の戦争が勃発したってことになりますけどもそれ以来ずっと一方向に進んでいますまあどんどんね原油とか資源も値段が上がってますように グローバル経済がブロック経済に後退しているとことも言えます暗号通貨市場もそうですし全般的に今景気が後退してるんですよね景気が後退すると何が起きるかっていうと一つ一つの商品の量が少なくなりお金がね結構かかるようになる物価が高くなる現象が起きているんですよまあそういったところを考えるとまあ例えばね顕著な例として半導体がないことによって 車の生産がものすごく停滞しちゃってトヨタに至ってはですね新型のランドクルーザー注文しても4年待ちだそうです4年待ちってことは何回もモデルチェンジして新作が出ちゃうよっていう風なねレベルですよねまあ、4年経つと大きく世の中変わってますからもはや4年待ちならオーダーしないよっていうことになって中古市場が活発になったりえそれから盗難が増えてるらしいんですよねこういった感じで経済のバランスっていうのは 一つががととと全体変変わわっっててくくる、る連鎖的ににババタタこなりま,すまあこういったことが学べるのも FX ではあるんですけどねじゃあ全体像を捉えた上でえ今後もですねこの右肩上がりのもう本当に天井に向かって垂直に向かっていくような流れっていうのは変わらないと思いますんでこれからも、えー、バイの方で基本的に戦術を立てていくのは変わりません次は週足を見ていきます さあ、終足を見るときにポイントなのは、一旦ここでサンバガラスが出ましたけども、そこでなんでね、私がね、通常のサンバガラスはそこから下に下がるのに、サンバガラスなんだけども、こっから上昇に向かうよって N を書いて上の方に行くよっていう、なんで申し上げたかってことです。理由は大きく分けて2つあります。それは、大きな流れがずっと、つまり突き足ですよね、えー。右肩上がりだからです。これが1つ。もう1つは、確かにサンバガラスだけども、 下ひげを出したサンバガラスは下への勢いはないってことなんですよ。転換して上昇に向かう予兆だってことですね。これはそのまんま実現してすぐに上昇していきましたよね。この2つをよく覚えておきましょう。これ、これからも出ますんでね。こういうのってのはね。じゃあ次です。冷やしになりますね。冷やしになってくると徐々に私たちが取引をするこの時間帯に近づいてきますんで。 まあ動きが手に取るように分かるようになってきますえっ、ー、ともうねカンガルーって話はもうしませんけどもえっ、ー、とまずはね横ばいが続いたところからブレイクを始めましたとブレイクして N を書いて登っていく N を書いて登っていくそして緩やかな調整があった後にこの調整波動を越えて一気に突き抜ける流れがあってまたね 上昇トレンドを緩やかに描いたまま垂直に近い形で上昇していったってことになりますで、ここで気をつけて見ていただきたいのがここですね。この緩やかな下落これをよく覚えておいてください。じゃあ4時間の方に行きますよ。これを覚えておいてくださいね。4時間の方に行きますさあ4時間になりますけども、まあ、今となっては横ばいに見えるこの流れですけどもまあ正確に言うと三角形が小さくなりながら そしてブレイクして上昇したということになりますね。で、ここを突き抜けてもう一回上昇していったということになります。そして今緩やかに下がってるところですけども、先ほどよく覚えてくださいねって申し上げましたよね。あれとここの動きってのは似てるわけですよ。下がっていくんだけども、このネックラインを越えて上昇する予兆があるというふうに私は見えるんですけどもね。まあですんで、今月はここをいつおしめとして 超えてていくかってところが注目になりますこれが超えると140円が月末ないし月内に見えてくるかなって,ってことこですよねでもちろんね今月中に140円にいくというふうに私ずっとお話してますけどもこれは方針の話であってねつまりはこれからいくらの方向に向かっていくのかっていうことがあのおぼろげながらでも決められないようでしたらもうね時間軸をいく,いくら短くしても倍でもセルでも決断できないわけですよ。 ですので私は常々申し上げますけども120円台の時に動きが一方向に決まってきたらこれ125円に進みますよとか125円を突破したら130円いきますよみたいな感じでね方向性を示すわけなんですよこれがだから遠くの山に旗を立てるって作業になってきますで実際に他の短い時間軸の仮説にブレがないと実際に130円とか135円に向かったってことは今までお示しした通りですよね そしてこの140円に向かう流れなんですけども今のところそれに差を差す動きはないわけですようんあとはね日銀の介入ぐらいですよねこの前ドラギー総裁が辞めましたけども、うん、でも別にこの流れ変わってないですからねつまり金融政策に変わりがなければ誰が担当をやっても特に気にすることはないんですよで問題は同じ人が担当していても方針が変わったり介入をしたりっていう時なんですよ 今のところ世界中の要人が辞任してますけども方針に変更がない限りは奴隷の相場は同じように動いてきますからここは誤解なきようにしてくださいねはいじゃあ最後1時間を見ていきます1時間なんですが当面ですねこちらの方で始まった判別のつきにくいチャートの動きから だんだん落ち着いてきてボラティティがなくなってきましたよね。つまりはローソク足がちっちゃくなるってことは、資金が大きく入るでも、大きく抜けるでもないっていう状態です。少しずつ緩やかに勢いをとどめながら、ちょっとだけ下がってるんですよね。でもこれが137円台に行くかっていうと、まあそれはもう起き得る要因はないでしょう。138円台のうちに、140円に向かってのきっかけを作ってくれると思います。その時にはでかい資金が、 どーん、どーん、ドーンと入ると思いますんでね。ここみたいにですよ。だからそこに乗っていきましょうっていうのが大方の方針になります。はい。じゃあ今日は8分ほど、9分ほどですかね、話しましたけども、全体の流れとこれからの方針がしっかりと頭に刻めたんではないかなと思います。えー、それを踏まえてですね、えー、また今週も寝具を見ていきましょう。それでは今週もよろしくお願いします。ありがとうございました。